どうも皆さん、こんにちは。サーベルタイガーの柴山武則でございます。どうもいつもお世話になっております。この度ですね、ちょっと告知といいますか、お話をさせていただきたいことがございます。今度5月29日に川崎クラブチッタで行われます川崎ロックジャム、大きなフェスでございます。内容は、町のコピバン大会でございましてまあまあ、腕利きのですね、アマチュアとはいえプロ顔負けの方々が大勢いらっしゃいます。そのバンドさんたちを一堂にクラブチッタに集めて、どんと大騒ぎしようという会でございまして、そのイベントにですね、私ゲストで呼ばれまして、呼んでいただきました。これはですね、実はそのコピバンということでございまして、僕も実はコピバンを地元札幌でやっておりまして、札幌のヘビーメタルバンドといえばフラットバッカーでございます。だから僕らが心から敬愛する先輩たちのフラットバッカーのコピー版を実はひっそりとやっておりまして、札幌のみでね、やってたんですけど、これが目に留まりまして、川崎でというお話をいただきまして、喜んでお引き受けをしたんでございますが、ちょうどですね、タイミングが悪く、メンバーのドラマの、人間がですね、札幌でソリッドというライブハウスを経営しているオーナーなんですけど、その方が、本職の方がちょっと忙しくて、どうしても川崎まで行くのは難しいという流れからですね、ここは同郷のよしみでダメ元で本間博次さんに声かけてみようと、かけてみたんですよ、恐る恐る。そうしましたら、なんと渋々出ていただけることになりました。なんつってもオリジナルメンバーでございますから、その並々ならない思い入れがね、当然本間さんにも終わりですから、おいそれとっていうのはフラットバッカーはやらないって当初っておっしゃってたんですけど、メンバー誰だっていうことで、このメンバー、ギターがサーベルタイガーの田中マシンヤサール、そして、ベースは元サーベルタイガーの三平智弘と お伝えしたところ、あ、全員札幌のそれだけのメンバーなんだったらいいねということで、それなら やろうよというふうにおっしゃっていただきまして、この度ですね、やることになったんですけど、多分もう二度とないと言い切っちゃいますけど、あったらすみません、でももうないでしょ、これは。これをだから、僕らも非常に、なんていうんですかね、かなりこの襟元がピンとなったというか、背筋がピンと伸びたというか、非常に光栄とともにですね、とてもハードルがガーッと上がったような気持ちになっておりまして、ただまあ本間さん自身もフラットバッカーを叩くのはもうなんつったって30年以上ですから、ご本人も非常に気合と不安と入り混じった感じだというふうにおっしゃってましたけど、当日はですね、当然もう仕上げて、渾身のプレーが見れると思いますので、全国のフラットバッカーファンはもう必見のショーだと思いますし、僕らやっぱりメタルファンとしてはもう伝説のフラットバッカーもやらせていただくのはおこがましいんですけど、だけどもう僕らしか再現できないだろうぐらいの気持ちで、臨みたいと思いますので、ぜひ5月29日川崎クラブチッタ、もちろんお出になられるたくさんのバンドさんたちも素晴らしいバンドばかりなんで、最初から見ていただいてもう十分楽しめるイベントになっているかと思います。僕らゲストで、ソリッドバッカーという名前で一応、札幌でやってるコピバンのゲストですから、その名前でさせていただきますけれども、一人本物が混じってるぞということで大変話題になっているかと思いますけど、もうその話題にそぐわない渾身のプレーをお見せしますので、どうぞ足を運んでください。5月29日川崎クラブチッタ川崎ロックジャムです。よろしくお願いします。